番組こちら。ではごゆっくりお楽しみください。サントリーの天然水芳醇桃を飲みたいと思います。なんか昔桃の天然水っていうのありましたよね。それの変化版なのか。いや、それとはまたメーカーさんが違うから関係ないのか、意識したのか。まあ飲んでみればわかりますよね。では早速飲んでみます。いや確かに違うけど、そんな生めかしい脅しみたいな言い方しなくても、桃の風味はこっちの方が強いかな。チャンネル登録よろしくお願いします。桃の香りはしっかり感じることができましたね。口の中に水とともにその甘さがふわっと広がってきて美味しかったです。フレーバーウォーターの中にもかなり果汁が強いものではないかと思いますね。桃を求める方にはおすすめです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。さてそれでは、王になるのや遅いめの、ガラス無理の歩みだと王様になるのは相当な時間がかかりそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。